皆さんこんにちは、ピザーダルです。アンスケロックです。よろしくお願いします。はい、やってきてしまいました。三重県の偏見地図を見た時に、この尾鷲市にある偏見がございました。何でしたか？国道425。そう、雨を差し置いて、国道425やったわけです。はいはい、あの熊野古道って書いてありますけど、全然違うから何でも関係ない。関係ない。あの熊野古道があの偏見やったのは記憶なんかええのがあったから来ただけ、今回はその国道425を走るという、なんやろ、罰ゲームでもないのに罰ゲームみたいなことやらされた。そうやな。ただ一つ言わせてほしいのは、国道425でよくあの日本一の国道やって言われるのは、三重県側のことではないんですよ。おそらくね、龍神とかって三重県ではないんですよ。動画とか見てても、三重県側って走ってないねんな。だからこれはおめえ返上しなきゃダメやと思うんですよ。三重県の425はそんな言うほど国道じゃないでかもしれへん。だから走ってみようと、はいはい、だから最初に言っときます。これは三重県の国道425を走ります、はい、なので国道を見に来た方が期待する龍神あたりは行きません。三重県のところの425の障害でございます、だから僕は思うんです、これは国道界じゃないんですよ。資料映像なんです。確かに三重県の425を紹介する資料映像、はい、だからそれをご期待されてる方からすれば、それはあの別の山ほど動画が上がってるから、それを見てもらった方がいい、はい、これはあくまで三重県の紹介でございます、はいはい、だから425行こう。おいや大丈夫やろ、国道ちゃうやろ。まあ大丈夫やと思う。よし、じゃあ早速見に行こう、三重県の国道。さあこれを右に曲がると425でございますよ、はいはいはい、どれぐらい距離なんやろな、三重県の。三重県側ってでもそんな長ないはずやけどな。どうする、200キロとかあったら。いやもう和歌山抜けてもうてるやん。とりあえず一泊しようか425一泊。とりあえずあの簡易 の, あの子供が公園行く用のテントはあるからなそれ寝られへんな。でもこの辺から425やもんな。もう425やから。これはまだ家あるよ。ギリな。ギリ。お、急にぽいな。まずナビ見てもらおうよ。ありえへん形してるからな、道重なってるとこあるから。ってことは登ってるんかな。まあ登ってってるんやろな、これは。やろな、まあ県境が絶対あるから、県境の標識が見えるとこまで行こうか、はいはい、さあ本当に三重県のは国道なのか。先に言うとこと、これは全然国道ではないからな。まだまあここではね、全然とてつもなく整備された両道と言っていい。あ、結構登るんやな、やっぱり。いつ頃からある道なんやろな、これ。どうなんやろな、国道って。これ平成になってから作ったっちゅうやったら、若干高校生の文句やないかもな。そうやな、ちょっと考えろよ。お、これは169やから全然違うところ。全然関係ない、全面通行止めしてるよ。下北の土砂崩れな、人死んでるからな。169か。今はここ時間帯で交通規制してるよな今、なんやろ、整備、整備かな。全然路面が崩れてないもんな。そうやな、ひび割れとかもないもんな、さあ、さっきのヘアピンが近づいてまいりました。お、人歩いてるぞ。うせやろ。何やろ、山菜かな。怖いな、どっから歩いてきてん。で、みんなコメントで、人って何ですかって言われたらめっちゃ怖いな映ってませんけど。そうや、何を言うてはるんですかって。さあ、これがヘアピンのところや。でも、こうやって入ってしまうとそんな感じにも見えへんな。そうやな。今ヘアピンを回っております。確かにヘアピンではあるな。おーおーおお、トンネルや。おー、トンネル、おー、トンネルや。坂下トンネルって書いてたな。言うほど長くなかった。これが毎回毎回出てくるんだよな、このうねってますせみたいな、はいはいはい、言われんでもって思うけど、まあ、分かるやろって何も知らずにここ来る人っているんかな。なかなかおらんと思う、さすがに。なあ、こういう道やと思って来るよな、迷い込むような道もなかったしな。そうやな、インター狙っていくもんな、みんな、それで間違ってこっち来ちゃうような人を免許返納した方がいいもんなそうやそうや、曲がってインター入るなら、私もインターがまっすぐやからな。そうや、どう考えたって。お、でも来たぞ、車来てるな。あれがどうなってきたんや。お、これもトンネルやぞ。おー、これも古い隧道やな。これ入り口、うわー、おお、古い古い、すごいな。こんな真オレンジな光今ある？なかなかないよな。
これ向こうから車来たらどうすんやろ、どうすんやろこれ、待ってもらうしかないんじゃない向こうで。退避所あるんかな、来たよなこれ、どうすんやこれかな、来てない向こうのやつ、来てるような気もするの、どうすんのこれ、いや待ってるかあれ、待ってる待ってるか、あぶねー、あー避けてる避けてる、下がってる下がってる、おい早速ハプニングを演出しとるな、うわめっちゃ響くでも今んとこ狭いっていうだけやんな、そうやな、さあもう三重県終わるかな、これぐらいで終われるんやったらすごい楽なんやけどなこれどうなんやろな、早送りせん方がいいんかな、どうなんやろな、これ資料映像やもんな、だって、うん、あのカッコにつけとこは、あの黒カッコ最初の資料映像だからあえてダダ流しっていうのも面白いかもしれんな、でもこの辺も電線は通してるんやもんな、そうやな、どお片側一車線になったぞ、お中央線が出た、おい全然ここ終わったすれ違いようか、そんな感じやな、おなんかでも開けたな、これはなんだ、謎建物なんなんやろこれ、なんやろなこれ、工場、あ目の前にもあるぞ、会社や、産廃処理施設、産廃処理か、まあこんなところはちょうどいいか、人っけえへんもんな、うん、でもこの工場を建てたっていうのがすごいよな、そうやな、この道を通ってこんだけ資材運んで、うん、重機が来てるわけやもんな、大変やったけどな作るの、お前が作ったの、足場をな組むのが大変やった足場屋さんやったの、はしごかな、あのヘアピンのとこ曲がれへんわけよ中にはしご持ってきたな、一旦後ろ下がってお、橋や、これがな、また口川、お、ダムあるで、ダムもあんねや、ちっちゃいダムやな、うん、シムシティで最初の方に建てるダムやな、安いダムやな、あれやな、池原ダム、池原ダムか、こっちこっちやんな、こっちやな、まだこれ若干雨っていうのが怖いよな、そうやな、今まさに崩れる可能性もなきにしもあらずやから、うん、でもやっぱり思ったよりやで、まだ全然国道って感じじゃないで、これがダム管理センターやな、ダム湖やな、ダム湖やな、湖の方を見てしまうとさ、うん、どこも一緒やん、そうやな、先っちょが違うねん、でも左とか庭みたいになっとんな、なんか手入れしとんな、手入れしとんな、まあでも確かにダムの近くって公園にしてたりとかテニスコートあったりするもんな、うん、いや全然国道ちゃうやんか、やっぱりおめえやおめえ、三重県側の425は全然国道じゃないですよ皆さん、全然やな、いいんです、国道ファンが低評価をつけてもいいんです、これは資料映像なんです、狭くてくねってるっていうだけの道、だから100年200年経った時にほら昔のさ昭和の東京みたいな映像を YouTube にたまに流れてるやん、そんな感じでパクってもらえばいいんですけど今やっぱ言っとくけど我々の動画はあれやからな、著作権フリーやからな、フリーなんや、著作権フリー、 YouTube は怒るか知らんけど俺が怒ることはあんまないから、皆さんどうぞ切り抜き等を作ってくださいね、ほらひろゆきとかみたいに切り抜きすると何パーセント取りますとかそんなもないんで、ないない、取るほどないし、どうする切り抜きの方がバズりまくって登録者10万人とか言ってたら、やとしたら俺の編集が悪いなそうやな、お、あ、これは違うんや、こっちは行かれへんねんな、まあ、尾鷲第一発電所 J パワー、うん、漁業、漁業禁止、禁止区域や、誰が来んねん、何とんねん、ヤマメか、あ、こっからなんじゃないか、だからここのトンネル通ってどうなるかな、もしかしたら雪国かもしれんからなこのトンネルをくぐった先は雪国かもしれん、うん、何一つ変わらんな、いやでもこんなもんうちの俺んちの実家の横こんな顔やからな、こんなんやな、間違いなくこんなんや、まさしく車すれ違われへんもんな、すれ違われへん、なんなら多分この道より狭いもん、狭い狭い狭い、普通に狭い、いや全然走りやすいやんなあ、普通の道やん、
まだ走り始めて13分しか経ってないからな。でもほんまにどこまで三重県なんやろ。でも三重県九州町村完全制覇の旅の尾鷲市編を概要欄にリンクを貼っつけておくけども、ここは尾鷲市やんな。だから尾鷲市で、その時に何もないやろうから紹介はこっちに回しますって言ったけど、ほんまに市として町としてっていう存在感はここはゼロやな。うん、絶対こんなとこに集落なんかあるわけないんやもん。怖いもん、こんなとこに集落あったら。どうやって生活してんのかわからんもん。わからんもん。絶対取ってるで、川で川魚と山菜で生きてるで多分。でこういう道取ってるの何が大変かって、こう行きに動画を回すやん、うん、帰りは動画を回さずに同じ道通ってる。そうやな、帰らなきゃ、ね、大変やん。もう行きにある程度喋ってるから帰り喋ることないから。そうそう、黙って帰るだけ。まあ、もしくは君の永遠と続くワイダンが流れてるだけで。したことねえわ。したことなかったっけワイダン。たまにあるわいやでもほんまに普通の道やな。特段変わった感じもなくやな。まだ尾鷲市でございます。そうな、尾鷲市中村って書いてあるの。中村って村がつくんかここに。ということはあざがあるってことは、ここが中村やった時代があるってことやね。そういうことやな。しかも中村やもんな。そうやね。中山やったら山の地域ってなるけど。そうそうそう、なんかがあったんやな。だからな、村があったんかな。あ、だからあのダムんとこかな。あ、村沈んでんのかな。ありうるな。なあ、なんか出てきたな急に建物が。煙突あるからクリーンセンターみたいな感じか。ここもか、うん、清掃工場って書いてあるな。いやそうやんな、やっぱりな。尾鷲市清掃工場。でもここまでゴミ持ってくるのも大変やな。そうやな、めっちゃいな。持ってきてんやろな。持ってきてんやろな。すごいな、こんなとこに。多少は国道になっててくれんと、資料映像とは言いつつ撮れ高がな。そうやな、ただの山道走ってますやもんなこれ。資料映像もやっぱり撮れ高気にするからさ、なんかこの辺でこれがすごい国道かのような実況つけるちょっとやって。いやもうすごいよ、このもうね、車幅ギリギリで。やばいな、うわーこれは事故るで。いやーこれもうちょっとね、外したらもう港に行っちゃうなあれやろ、あの三途の川の港ってことだろ。そう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 、直通やもんな、こんな六本線持っとかんと。こんなとこで事故ったら一生発見されへんで。なあ、どう取れたかなった、今の。なるかな。よし、視聴維持率のグラフでここでガンって減ってたら反省しよう。もう小細工のせいやから、もう二度と小細工はやめよでも曲がりくねってるけど悪くはないよな、道的には。そうやな、まあ、この道を悪くないって言い切ってる俺らがおかしいのかどうか分からんけどな。まあその可能性もありうるな。もう綺麗な道でさ、ガードレールも別に取れてるわけじゃないしさ。そうやね、よっぽど我々の地元の道の方がひどいのいっぱいあるな、うん、あるある、全然ある。ガードレールっていう概念がない。お、片側一車線になった。終わった、一瞬で終わった。ここまですれ違うときは来いってことかそれはそれでやな。でもここ別に車両制限とかないから8トントラックが走ったって言うわけやろ。そうやな。あれ君は8トン運転できんやったっけ。できん、新免許か。そうそう、ってことは2トンロングも運転できんねんな。ロングは無理かな。なあ、でもな、それが正しいと思うよ。俺8トン運転せえって言われてできる気せえへん。そりゃそうやろうな。なんか全然カメラには撮ってないけど、なんかこうアメゴっていう魚が撮れるらしいぞ、うん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 、で漁業権が設定されてて勝手に撮るなっていう看板が今立ってたわ。ほうほうほう、アマゴじゃなくて。一緒じゃないかな、一緒かな。魚ですらなかったらどうする、アメゴ虫みたいな。うん、お、なんかだ、水源、水源林造生地、造生地、造成をしてるのかこれは。砲弾とかだったな、その昔に作ったけど、そっから何も動いてないという可能性もあるから。いやでもマジで何のために作ったんやろこの道。ここしか道がなかった時代があるってことなんかな。この和歌山に行くために分岐があるもんな。分岐というか、その奈良とかの市街地というか、うんうんうん、中心地に降りていく交差点が途中であるもんな。確かにな。やっぱここが主要やった時があるんやろうか。あ、え、もうすぐ奈良県入るって。もう、あ、一瞬出て一瞬入った。なんだそれ。そういうところなんや。一瞬、今音取ってるか分からんけど、一瞬奈良県入って一瞬三重県入ったよな。マジで一瞬やったな。
なんか反復横跳びしたな、反復横跳びしたな今。お、でもだんだん国道っぽさ出てきたな。ちょっと出てきたな。出てきたな。お、今ノックした誰か。なんかコンって言うたな。乗せる？3人まではいけるよ。チャイルドシートも積んでるから、お子様もいけるよ。でも急に国道になる意味もわからんけどな。そうやな。なんでなんやろな。ほら、急になんか道がガタガタしだした。なんかちょっと急にやな、マジで。おお。でもここ三重県やな。まだ三重県のはず。看板は、あ、尾鷲市、市又口って書いてあるな。又口やな。又口なのか、ヌロなのか分からんけど。ヌロやったら困るけど。可能性は否定できんから。五宿でって書いたら一緒じゃないから。ってことはやっぱり一瞬奈良県反復横跳びしたんやな。そういうことやな。ちょっと国道の片鱗を見せてきてるな。お前やな。堆積物が増えてきたというか。なんでなんやろ。やっぱ清掃工場のとこまでは、あっこまでは普通に車が通るからマシなんかな、綺麗にしてるんかな、うん、この道の真ん中に苔が蒸し出すと国道感が出るというか、確かに確かに、そんな交通量少ないんやろなって思うよな。でも全然日本一にを争う国道にはまだ見えんぞ。うん、日本三大国道やとは思われへん、まだ全然。さすがに普通の道とは言い難いが、そうやな。まあここが通学路やったら引っ越してって親に頼む道ではある。頼むな、間違いないな。それはでも一つ言えるのは、こんだけの道を引く労力をかけるんやったら、ちょっとぐらい広げる労力は大したことないはずやのにって思う。確かにな。もうちょっと頑張っていい、横削れば広い道なのになって。どこまでなんやろな、三重県側。どうなんやろな。なんかロックシェッドやな、うん、こういうのを作る材料をどうやって持ってきたんやとは思うよな、毎回。うん、タンクローリー走ってきたんやろ、もうあれ。すごいよな。すごいな。いや、でも交通規制かかってないから。ハットンいけるから。これ制限速度の標識なかったけど、60キロってことかな。そんなわけはないねんけどな。皆さんどうですか、今国道やと思ってます？我々は思ってませんよ。これは思えへんね。幹線道路と言ってもいい。幹線道路ではない。ただ生活道路って言われたらそうなんやろなって思うぐらい。皆さん気づいてると思うけど、喋ることはなくなってるからな。まあないね。道も変わり映えせんくなってきてるから。周りに何もないし、道も変わりないし。あ、でもなあかんぞ。携帯の電波はな、今入ってないわ。そりゃそうでしょうね。だけど。ここで入れるメリットなさすぎるもんな。いやでも、運転してる側からすると、ここでは入っててくれって思うけど。他に紐を潰す方法がないからな。お、もうそろそろな、又口川かヌロ川かどっちかを越えるぞ。ほうほう。川を越えたら、県境じゃないんか。ありうるな。よし、このまんまゴールすれば国道というお名は返上できるぞ。多分これや、橋。橋かけないかんような川。あ、でも川はしっかり川やな。川めっちゃ綺麗やな。川はしっかり川なんやな。うん、まあでも県境ではないわ。結構大汗やな。結構長いんやな。結構登ってるな。せやな、割と常に登ってる気はする。だから俺ら今ものすごい位置エネルギーを貯めてるよ、使い放するのが。この位置エネルギーが一瞬で熱エネルギーに変わった時は俺ら死んでるから。死んでるな。スカイラインと言っていいぐらい登ってるな。だいぶ登ってんな。そういった意味では国道かもしれんな。ここでガス欠したらどうしよう。終わりや。ジャフも怒るやろな。なんでこんなところでガス欠するんですか。これはこっちやんな。そうやな。お、トンネルや。トンネル、八幡トンネル。八幡トンネル、こわ。どこまで見えてんなんやろ。もう言うてやと思うねんけどな。普通トンネルとか川とかを境にするよな、うん、ああ、ただのダムの看板やな。うわ、めっちゃ雨や。あの、池原はまだ27キロって書いてあるな。めっちゃ遠い。まだまだ。おー、え、これはこっちは林道。うわ、これぐしゃぐしゃや。ここ、ここも、うわ、ガタガタや。うわ、これは国道や。やったぜ。こういうのが続けば国道やな。ああ、国道やな、これ。おー、来た来た来た。でもこれ作ってんな。ロックシェッド。何よりも雨が。
雨すごいな。雨はえらい降ってきてんな。まあちょっと道路脇の堆積物もめっちゃ増えてきてるな。でもなんかちょっと道幅は広いねんな。そうやねんな。どういう意図があるんだろうな。なんかいろいろ落ちてるな。うん、これはちょっと国道かもしれん。どこを交通規制してるんだろう。わからんの。なんかこの工事中みたいな建物ないやん。してなくても建てはするやん、うん、看板。尾鷲広いな。ここまで広くなくていいな。尾鷲自治体的にもこんなに広くなくていいと思ってるよな。そうやろな。管理せなあかんもんな。この辺どう管理してんねやろやで。してないからこんなんなんじゃない。多分な。あのところどころ動画の端々にオレンジ色のなんかゴミケースみたいなの映ってるけど、あれ三重県のやつやねんな。そうやな。三重県があれ置いて管理してるわけやから。あ、これ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 、こんなまだ三重県って方だろ。これ路面凍結防止剤。いやもうここでそういう状況だったら若干諦めろって思うけど。確かに一冬越すまでここに折れ。県が置きに来てんねんな。これ尾鷲市が置きに来てるわけじゃないよな。多分そうだと思う。だからあの尾鷲庁舎の人たちも堪忍してくれと思ってるやろうな。確かにな。そのためにおるんやもんな多分。おっ、おっ岡崎くん、ついにもうすぐ見えるよ。来たー、奈良県。おー、こっから通行止めなんや。あ、ちょうど三重県まではここ来れたわ。県境、県境、三重県奈良県。はい、ということで国道425、新2号線、はい、三重県側を走ってみましたが、はい、国道か国道じゃないか、はい、判定を下したいと思います。国道じゃない。はい、ということで、はい、国道425号線三重県側のみ走ってみるという資料映像を作成してみましたが、はい、皆さんいかがだったでしょうか。国道か国道じゃないか、その意見は皆さんコメント欄にぜひ書き込んでください。この道にカメラ回さずに帰るの大変やなと思った人は高評価ボタンでぜひよろしくお願いします。まずはこの辺で失礼します。ありがとうございました。